どうも、シュウディブです。お願いします。というわけで、そうですね、昨日から始めました。トークウィークということで、1週間翔平TV が、トークをしていくという、YouTube となっています。このきっかけとしては、ライブ配信のポコチャという、配信ライブを私やることになりまして、とりあえずやり始めた日から、30日以内に、C1 という C ランクっていうところに上がるのを目標にちょっと頑張っていきますので、ぜひ皆さん、たくさんの応援のほどよろしくお願いいたします。皆さんのね、応援が僕の原動力となり、頑張る機会になりますので、ぜひともお願いします。はい、まあその C ランクになって、いずれ、その応援してくれたメンバーたちを連れて、ベルーナドームでちょっと野球イベントやろうかなと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。というわけで、今回はですね、今、野球、草野球界で、話題ではあります向こう図についてお話をしていきたいと思います。向こう図結成秘話ということで、まあ今参加してる向こう図メンバーのほとんど方も知らない話となっておりますので、野球女子の皆さんも多分知らないと思いますし、知ってるのはもうスポーツマンか平やんぐらいかな、それぐらいかな、知ってんのは。あと坪井さんぐらいかな。今の向こう図、昔の向こう図全然違います。 NPO 法人とかも昔なかったですし、そういう協力者とかスタッフもいなかったですし、まあ、そういう中で、まあ、どのようにして向こう図というものができたかっていうのをお話をしていきたいと思います。はい、というわけで、まずですね、向こう図というのは、野球 YouTuber 向こうさんが、作った、向こうさんが、誰でも男女関係なく、年齢も関係なく、国籍も関係なく、誰でも来れる、本当に野球楽しめる、上手い下手関係なく、なんかできる、参加できる、そういうグループを作りたいってことで始めた、向こう図という、チームでございます。なので、連盟に加入したりとかそういうのはなくて、その都度その都度募集をして、野球したい子集まれっていう、本当に草野球のような、草野球サークルみたいな感じでした。はい、僕も今翔平図は埼玉の方でやってるんですけど、まあ同じ感じだと思います。で、昔は本当に向こうさんの、視聴者さんだけを集めて、やってたんですけども、ちょうどその前ぐらいに走れ大井チャンネルの大井くんと、まあ、僕とつながってたので、僕と、向こうさんと、大井くんと3人で、向こう図を結成しようということで、始めました。なので昔の動画見ていただくと、まあ、翔平、大井、向こうの3人がこう中心となって、やってる、感じの映像が多分残ってると思います。結局今はもう違いますけど、昔はね、グラウンドを取るのもすごい大変で、多摩川緑地という、神奈川の方にあるのかな、川崎の方かな、あるところでメインでやってました。たまにこうガス橋緑地とか、なんかそういうちょっとこう離れたところでやったりしてたんですけど、基本的にその多摩川緑地で、向こう図、活動をしていました。でそこで、まあ、撮ってくれるのも、向こうさんは撮れなかったので、向こうさんの知り合いが撮ってくれてて、だからその撮ってくれるのも本当に毎回こう確実に撮ってくれるわけではなくて、本当月1とか月2かな、あったかなぐらいだと思うんですけど、そこで撮れたら募集をしてやろうって感じで、でヘルメットもなかった時もあるし、キャッチャー防具はなんか参加する子に持ってきてもらったり、ほんでボールは自分らでドンキに行ったり、こうスポーツショップに行ったりして買ってとか、すごいやってたり、本当にみんなそれぞれ協力してやってました。はい、道具とか持ってきて、でまあその時いたメンバーで今いるのが、そのさっき言った、スポーツマンと向こう図の GM の平山さんと、で僕と大井くんぐらいかな、本当それぐらいかな、本当それが2017年の2月とかそんぐらいなんで、5年半以上前かな。まあその頃に比べたらね、今すごいたくさん環境も良くなって、視聴者もすごい増えましたし、まあ、昔からやってる身としてはね、盛り上がっていいなっていうふうには思います。まあ昔は良かったって言ってるとね、いつまで昔に言ってんだよって思う人もいるかもしれないですけど、やっぱり昔があってこその今なんで、今向こう図でこうなんか楽しくやってる子たちは、昔の、向こう図を参加してたメンバーたちがいい向こう図の環境とかを作ってきたおかげで、まあ、参加できてるってことを、ちょっとこう、あ、そんなことあったんだぐらいでこうちょっと思っててもらえれば嬉しいですね、だいぶ。はい、でまあ僕はもう最近の向こう図行ってませんけど、もう何が違うかっていうと、その本当ツイッターで基本的にバッてこう募集をして、本当毎回こう誰が来るか分かんない、そういうような感じでした、向こう図といえば。
まあ、昔来てたメンバーの、まあ、固定メンバーは多少いましたけど、固定メンバープラス毎回他に、まあ、あのゲストがというか、あの視聴者で来たい子が毎回違うっていう、そんな感じ。この子がまた来たいなって言ってまた次回も来てくれるみたいな、こう一回来てまた来る、で新しい子来るっていう、そういう感じの流れではいました。でもね、今の向こうずといえばもう最初の段階で向こうずメンバーがこういて、そこで多分もうソロなんだ、ほぼほぼなんか人数集まっちゃう感じだと思うんですよね。で野球女子が何人集まって、でメインの男子が多分6、7人ぐらいいるんかな。ガチメンバーじゃないけど、こう手伝いによく来てくれてるメンバーがこう何人か来たりとかしてやってると思うんですけど、まあそこがすごい変わったなと思います。まあ向こうずはさっき言った年齢もあの国籍も野球経験未経験関係なく、ほんで誰でも参加 OK なので、今は一応固定メンバーで足んなかったら何人か来るみたいな感じのような気がしてます。そこはちょっと変わったかなっていうところ、変わった点です。別にあの悪いとか全然なくて、変わった点としてはそこですね。でたまーになんか紅白戦やりますって言って、人数がこう集まり次第締め切りますって言って、なんかそう言ってこう本当に一瞬で締め切っちゃうような感じの、誰でも参加 OK の瞬間は確かあったと思うんですけど、あれもね、大体ほぼほぼなんか一面がこう集まって、何人か足んないからツイッターで募集します、でも本当2人3人とか集まったらもう締め切っちゃうみたいな、本当一瞬で締め切っちゃいますよみたいな感じではあると思うんで、なかなか向こうず最近多分誰でも参加 OK っていう感じではなくなってるような気はしてます。はい、まあそれもあって、まあ、僕の方なんかは、まあ、翔平ズはあの誰でも参加 OK なので、一応まあ一応既存のメンバーいますけど、メンバーが、まあ、集まらない時はもう普通に Twitter とか募集して参加してもらって、まあ、楽しかったらまた来てもらうっていうような感じではおります。はい、まあそんな感じでね、まあ、昔の、向こうず結成秘話というか、結成秘話というかね、なんだろうな、昔結成してと今のこの違いみたいなところ、こう変わってきてるよっていうね、まあ時代とともに何でも変わってくるので、まあそういう変わるのはありだと思いますけど、まあそういう感じですかね。うん、というわけでですね、向こうずぜひともね、たまーにですけど、誰でも参加 OK で Twitter で募集とかしてると思うので、そこ見たら気軽に、応募してみてください。そして、翔平ズの、参加もお待ちしております。はい、翔平ズは埼玉です。向こうずは東京の方でやってますので、はい、これの方に来ていただきたいと思います。はい、というわけで、今ね、ライブ配信ポコチャを、始めてます。ぜひともフォローとか、応援とかぜひともよろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。